じゃあ夏川さん、ラスト、はい、新しいキャラ。はい、私はあのアニメというよりは実写の動物の声とか当ててみたいですね。実写の動物、そうそう、あのよくバラエティ番組とかで動物が動いてる姿にこう声当てたりとかするのあるじゃないですか。 あれかわいいと思って、動物すごい好きなんで、あれやってみたいなって思いますね。どんな動物が、猫とか犬とか、犬がこう飼い主さんにあのこう走って寄ってってる時とかに声当てるのなんかいいな、羨ましいなって思います。なんか自分が犬になったみたい。どういうこと？犬になりたいんですね。犬になりたい。犬の役になりたい。ああ、なるほどね。じゃあワンちゃん夏川さん。あ、はい。ちょっとじゃあこっちの方に来てもらってもいいですか？わかりました。あ、ご主人帰ってきた。ご主人、ご主人、ご主人。ご飯食べたいな。ご主人、ご飯食べたいな。ご主人。あれ、割と夏川さん本人でございました。でも可愛い、可愛い、似合いそう。確かに、やっぱ犬の映像がないとなんか私になっちゃいます。大丈夫です。ラムネいっぱいあげたくなりました。私たちね、見られるからね、そのランちゃん今やってるのを見てるときにさ、こうやって頑張ってさ、この肉球をこう動かしてる姿が可愛くて、ちゃんと振りまでついてた。振りまでついてたね。犬の映像がないとね、自分が犬にならないと。ね、ママ言ってくれました。ありがとうございます。